Thank you.
第4セット、田中さんが取りました。それでは長岡選手に喜びの声をいただきましょう。アウェーでの2試合連続、そしてどちらもフルセットでの2連勝となりました。試合を振り返ってみて今のお気持ちいかがですか？はい、この2連勝は本当私たちにとっては本当に大きな2勝だったと思います。 NEC さんは特にホームのゲームに強いという印象があるので本当に勝ち切れてよかったです。本当に、ね、2日間タフな試合が続いたと思いましたが、ご自身のプレー振り返ってみていかがでしたか？今週は、土曜日昨日の試合から本当に全員の総力戦でなんとか勝ちにつなげるという試合をこう2試合続いてたので、もうとにかく自分も最後みんながつないだものを勝利にこう掴み取れるようにという思いでした。ありがとうございます。本当に、ね、チームワークというところもそうですが、本日多くの方々に応援にも来ていただいております。最後に応援に来ていただいた皆様へメッセージをお願いいたします。はい、今日は本当に会場にお越しいただきたくさんのご声援をありがとうございました。皆さんに本当に心から熱くなっていただけるような試合をこれからも展開できるように頑張っていきますので、これからもぜひ会場に応援に来ていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして本日のプレイヤーオブザマッチナンバーワン長岡美優選手でした。皆様今一度大きな拍手をお送りください。